タルゴの機関可変車軸。標準機区間のパリで撮影。車輪がやや奥まっているのがわかる。スペインの多くでは、機関が 1668mm となる。機関可変は、鉄道車両が機関の異なる鉄道線路へ直通運転するため、走行する機関に合わせて、車輪の左右間隔を変換する機構である。19世紀に鉄道ができて、以来、 様々な機関の線路が付設されたが、鉄道車両は、機関の異なる線路には直通運転ができなかった。対処法としては、乗客の乗り換え、貨物の積み替え、車輪と車軸の交換、台車ごとの交換等があった。機関可変は、線まして三線機乗にすることなしに、機関の相違の問題を解決するためのシステムとして、開発された。機関可変可能な車軸と、 車軸をスライドさせるための機関変換装置からなるシステムであり、世界では複数開発されているタルゴの機関変換装置、タルゴタルゴが開発した客車タルゴ 3RD は1968年に登場した曲線区間を円滑に通過するために採用した左右、独立車輪の機構を応用している5秒で客車の機関可変ができる。 在来線は 1676mm 機間を採用しており、フランスの 1435mm 機間との直通運転を行うタルゴの機間可変列車が1969年より運行されている。フランスとの国境駅であるカタルーニャ州、ジローナ県のポルトボ駅やワスク州ギプスコア県のイルンに機間変換設備が設置されている。ブラバシーフのブラバは スペイン国鉄の120系電車など、電車、機動車向けに開発された、車体の電動機からシャフトで動力を伝達する、方式を採用している。当初は、スイスベベイ氏の悪魔部車により1968年に設計され、当時、ブベイアクスルと呼ばれた。設計は、シーフ社によって続けられ改良された、3秒で機関可変できる。 1992年に開業したアブの高速新線では1 4 3 5ト、mm、ル機関を採用したため高速新線と在来線が連絡する地点にも機関変換設備が設置されているロシアフィンランドの1 5 2 0 m m 1 5 2 4ト、mm、ルとスウェーデンの1 4 3 5ト、mm、ルとの間で機関変換をするためにタルゴ方式でスウェーデンのハパランダに 基幹変換装置を備えて試験を行ったことがある。また、モスクワのロシア連邦鉄道省の施設でも試験が行われた。カザフスタンの 1520mm と中国の 1435mm との間で基幹変換をするためにカザフスタン鉄道カザフスタンテミールゾリーはタルゴの基幹化変車両を導入した。しかしながらカザフスタンでは2006年より 標準機への改め機や新線建設の計画が進み、4年ほどで建設が終わるとされている。日本の基幹可変電車の一次車基幹、可変電車日本の鉄道総合技術研究所による基幹可変電車は、新幹線の 1435mm と在来線の 1067mm の両方の基幹を走行可能な車両として開発された。 1998年の第一世代車両から数世代にわたって走行試験が行われているが実用化の目処は立っていない。最高速度は新幹線区間で時速 270km、在来線で時速 130km を目標としている期間変換には1分以上かかる。2022年に開業を予定する九州新幹線の西九州ルートで フリーゲージトレインを採用する方針であったが二千十八年七月に採用を正式に断念した。私鉄では二千十八年に近畿日本鉄道がフリーゲージトレインの実用化に向けての検討を開始するとの発表を行った。数は二千ポーランド国鉄は二千年に客貸車用の機関可変装置。数は二千を開発実用化した。標準機のポーランドと 機関線5 2 0 m m のウクライナ、リトアニア他旧ソ連諸国への直通に使用される機関変換に30秒かかる。ポーランド南部の大都市クラクフとウクライナの首都キエフの間をポーランド国鉄の子会社 PKP インターシティとウクライナ鉄道が数は2000を使った機関可変車両による夜行列車や貨物列車を直通運行している。 ウクライナリビウ州の国境の駅であるモスティースカ2駅に機関変換装置がある。ポーランドの首都ワルシャーとリトアニアの首都ビリニュス間を PKP インターシティが数は2000を使った機関可変車両により直通運転している。リトアニア西部の国境の駅であるマカバ駅に機関変換装置が設置されている。1 4 3 5ト、mm、ルと1 0 0 0トル機関の 区間を有する観光路線のゴールデンパスラインへの導入が計画されている DB カーゴクノールブレムゼヨーロッパとロシアの間で使用するために2002年に開発開始ダバグレイフィル1995年によりドイツ鉄道とレイフィルが貨物輸送用にダバグレイフィルタイプ部を開発し2006年年末には完了する見込みである ABCD 日本と世界各国の フリーゲージトレインその違いは、レスポンス、2014年4月24日、鉄道ジャーナル編集部、フリーゲージトレイン、市場で見えた問題点、東洋経済オンライン、東洋経済新報社、2017年4月24日時点のオリジナルよりアーカイブ、2019年2月10日閲覧、ラビジュレール、ナンバー1415、4のオーベンバー1973、 リカートマンツ・ベリアブルズ、LSCU ミラクルウェイル NE ダネル E、キャントンデボ、インフレンチワイ・イングリッシュサカイモトミ、フリーゲージ列車が、スペインで成功したわけ。東洋経済オンライン。東洋経済新報社。2017年6月16日時点のオリジナルより、アーカイブ。2019年2月10日閲覧。AB 機関可変電車国土交通省長崎。 新幹線、フリーゲージを正式断念フル企画化、ミニ新幹線で整備へ、与党検討委員が、表明乗り物ニュース、2018年7月19日、近鉄、フリーゲージ列車開発宣言の舞台、裏東洋経済オンライン、2018年6月11日、j ェ World Railways 2002から 2003P165、インターナショナルレイルウェイジャーナル、ジュライ、 1999ベリアブルゲージワゴンウィールセッツブリーフアーティクルハットゲージチェンジテクノロジーホープス2オーバーカムヨーロピアンディフェレンスありがとうございます